はい、どうも、おはようございます。メンヘラおじさんです。仕事行く前に一本軽く動画撮ってます。というところでございます。まあ、今日行ったら、土日休みということなんですけども、私、ちょっと土曜日、日曜日ですね、お昼用事がある関係で、明日土曜日のライブ配信、休もうかなと思っていますと。理由は、まあ、別に特にないんですけど、毎週やってて、そんなもう質問とか、まあ、ないかなっていうところと、まあ、昼、ちょっと用事がある中で、また多分昼寝してしまいそうで、で昼寝したらなんか夜まで寝てしまいそうな気もするから、あっていう、ただそれだけの理由なんですけども、もし、なんですかね、ライブ配信希望の方がいたらですね、またコメント、してください。で、コメント具合によってやるかどうか決めます。というよりも、まあ、一人二人いたらですね、まあ、ライブ配信やろうかなと思ってますと。で、まあ、こう、毎週毎週やってるんで、もうさすがにね、私、一週間の、出来事とかで30分くらい喋るっていうことをやってたんですけども、もうさすがにネタなくなってきて、先週もなんかもう開始15分くらいからずっと質問受け付けて、いろいろなんかそこでやり取りしてたっていう感じなので、もう、来週以降、まあ、定期的にライブ配信するんであれば、まあ、おじさんへの質問の時間、あるいはその、調べてほしいこと依頼とか、まあ、チャンネルの運営とか、そういう、どうしたらいいかなとか、あるいは、自分どうしたらいいんでしょうかみたいなところの質問の時間にしようと思ってます。質問交流の場ですね。しようと思ってますので、よろしくお願いします。で、まあ、おじさん、明日一応休むとは言うてるんですけども、なんかせっかく、言うたら、まあ、チャットで、別の方にですね、なんかアドバイスしたりとかっていう形で、おじさん以外の中でもちょこちょこ交流できたりしてるようなんで、なんかその場を、言うたら、無理やり奪うのはあまり良くないなと思ってて、せっかくこうやって定期的に会って、なんか定期的に、やり取りできる場も作ってて、今20人ぐらい毎週いるので、まあ、希望者がいれば開けますと。いう感じですけれども、なんかできれば、質問とかがあれば嬉しいなという感じでございます。まあ、参加しますって言った方はですね、いろいろなんか質問なり、言うたらこんなネタにしたら面白いんちゃいますかねみたいなものをポコポコ持ってきていただいたら、言うたら、まあ、場が円滑に回るかなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。まあ、特に意見なかったらですね、土曜日ちょっとお休みさせていただいて、来週に回すか、まあ、言うたら、卓球の勉強時間に、費やすか、させてもらおうかな、というふうに思ってますので、よろしくお願いします。というところでお知らせでございました。以上です。